防いで必要な成分をしっかり取って化粧水とかねしっかりケアすれば美白も絶対手に入ります。毎日地道にコツコツこういうボディクリームから始めることが大切です。なので夏に向けて一緒に頑張りましょう。こ、南雲風花です。今回は全身白くする方法を紹介していきたいと思います。この間ねスキンケアの動画出したらみんなね結構体の色とかもともと自分の子とか悩んでる子が多かったので、今回は体のスキンケアについて紹介していきたいと思います。私はねなんかちょっとお父さんに似てもともとちょっと白い方で、妹はね私よりも地黒な方なので、妹にもね私がしているスキンケアを一緒に3日間検証してもらいました。でもね3日間だけやったからこんな感じで効果が分かりづらいけど、でもね本当に続けたら変われるんで、今回はそちらを紹介していきたいと思います。はい、美白にするためのその1、ビタミン C を取る。皆さん取ってますか？そう、私もね言うて最近取り始めたんですけど、ビタミン C はシミやそばかすの原因となるメラニンを作らせない効果があって、あとはね紫外線のダメージを受けにくい肌にしてくれるから、ビタミン C には美白効果があるって言われてるんですよ。でもねビタミン C って体で作ることができんから、私はね最近ね調べて買ってみたんやけど、武田のビタミン C っていう、これねドラッグストアで買えます。なんかねビタミン C っていろいろビタミン C って書いてあるサプリとかいろいろあるじゃないですか。あとはね高いやつとかでもね調べるとビタミン C の高いやつは買わなくていいみたいで、私はこれ100錠の1800円の医薬品って書いてある、この医薬品って書いてあるのが一番安全みたいです。これをね朝と夜2錠ずつ飲んでます。ちょっと酸っぱい感じ。はい、美白になるためのその2、やっぱり紫外線対策をしっかりすることです。日焼け止めなんですけど、私はやっぱり毎日ね SPF50 のものを使ってると肌にもね負担かかっちゃうし良くないから、私はねあんまり外に出ないちょっとだけの日はこういう感じで SPF35 のやつを使ってます。あとはねまだ買ってないんやけど、毎年買ってるのはキュレルっていう、私もね化粧水使ってる日焼け止めなんですけど、これはね肌にも優しくて赤ちゃんにも敏感肌の方にも塗れるからおすすめです。あとはねなんか今持ち歩いてて本体ないんやけど、このね飲む日焼け止めヘリオケアっていうやつを飲んでます。これはねちょっと高いんやけど、1個飲むだけで4時間日焼け止め効果があるから、本当に私めんどくさがり屋やからこういうのを飲んでます。あとは本当に長時間外に出る時とかはディズニーとかねの時はこれをね飲んで、あとは塗る日焼け止めも塗ってます。ちょっと高いんやけど本当に夜間からおすすめです。あとはねさっきも言った長時間外に出る時はこのねアリを使ってます。これはね本当に焼けないです。このねアリはね結構なんか昔はべっとり感があったけど、結構ねこういう感じでサラサラするんですよ。ひんやりするしサラサラするし、日焼け止め嫌いな私的にすごい嬉しい感じのテクスチャーです。なんでアリに変えたかっていうと、結構前なんやけど去年かな、なんかツイッターでいろいろアリとかアネッサとかビオレとか塗ってどれが日焼けしないか検証したツイートがあって、アネッサはね値段の割に結構焼けてました。でもアリは本当にそのまんまで感動して、それからねずっとアリを使ってます。でもやっぱり SPF50 は肌にね良くないから、肌荒れの原因とかにもなっちゃうから、たまに長時間塗る時だけにおすすめします。最後3つ目、ビタミン導入化粧水を使うようにしました。じゃーん、見たことありますかこれ。なんかねこれの美容液は結構一時期流行ってて、ママも使ってたんですけど私もちょっと使ってました。メラノ CC って美白だけじゃなくて毛穴とかニキビもなくなるし、これはね薬局で買えるからおすすめです。でシミそばかすを防げるから、私はねこれを全身に浴びるように塗ってます。でこういう感じで全身に塗ったら、最後蓋をするようにクリームをします。
お顔と一緒でお顔も乳液とかクリームを塗らないと飛んじゃうので、そのクリームがこちら。私は王道のニベアのプレミアムボディミルクホワイトニング1000円くらいで買いました。これもね、メラニンを抑制してビタミン C が入っていて、紫外線ダメージを受けた肌にも透明感を与えてくれるって書いてありました。匂いはシトラスとローズの香りで、なんかね、この匂いなら夜寝る前でも全然好きで使ってます。より美白が加速したのは、私は日中も塗るようにしています。こうするだけでなんか結構違うから、日中塗れる子はぜひやってみてほしいです。あとはね、いろいろ調べて、私もね気になった商品が一つあって、ファンケルのボディミルク1200円ぐらいで買えるやつなんやけど、ね、これね、私の家の近くの薬局なくて、結構ねファンケルのボディミルクで白くなりましたっていう方が口コミで多くて、でね、なんでいいかって調べたら、保湿と美白とエイジングケア3つが1本にできるらしくて、しかもね無添加クリームっていう、これがね気になってます最近は。なんかね、使ったことある方はちょっと教えてほしい、教えてください。はい、こんな感じで私の体のケアについて紹介しました。いかがだったですか？なんかね、結構体も美白になりたいですってコメントが来て、私も美白になりたくて、テニス部だったんですけど腕だけ日焼け止め塗ってなくて、顔を中心に塗ってて、それが原因で顔と腕の色が違うから、いろいろね調べて最近始めたこともあるんですけど、ぜひ参考にしてほしいです。最後まで見てくれてありがとうございます。バイバーイ。